行政書士次のまだ依頼するな <laughs> はい始まりました行政書士次のまだ依頼するのは今日はね、えー、10月28日、はい、でねかつね今日は番組2周年なんです 早いですね早いでしょで、2015年の10月の第4土曜日じゃなかったんだ金曜日第4金曜日だったんですよねでよかったんだよな確か第4金曜日の19時からやってたんですよ一番最初ねそうでしたそうですよ19時からだったんですよあっ違う19時30分から19時30分から20時30分までやっててで土曜日に引っ越して 19時になったのかな、うん、第4土曜日になってね今のパターンになってからはまたさらに1年ぐらいやってるんですけども、うん、おかげさまでね、あのー、CA 部の中でこう新しい番組が生まれてはね消えていく中 <laughs> <laughs> しっちょく残ってね結構長寿番組に長いですよね、うん、もう皆様のねおかげでなんとか2年間持ちと答えられておりますと、はい <laughs> はい、いうことでね、えー、番組2周年と まあ予告してありますけどもね、あのー、今日は出版記念特番ということでね、はい、あのー、出版についてちょっとね、うん、お話し,していきたいと思います。はいうん、またね、今回もあのー、ずーっとテンパってたもんね。全然落ち着かないんですよ。学習,すよ学習しないぞ、本当 <laughs>、うん、ね、この学習能力の低さがね、い、うん、けないですね。<laughs> うんう え今日僕珍しいでしょ、うん、あの普段ネクタイしないんですけど、うん、ねどうしました今日記念とかうん、うん、なんかでも後半外すかもしれないですだってもう今の時点で首きついの、ね、うんちょっと宝塚チックですよねあそうあこれリボン帯っていうんですよ、うん、どこで買ったんだろう,う <laughs> 僕なんかたまにそういうのもどこで買ったのとか持って来るねあのきちんとネクタイしなきゃと思いまして今日はさせていただきました。<laughs> はい またね、ね白着るときも珍しいんですよね。うん。うん、そうですね。ほとんど、やっぱり、あのー、黒とかね、紺の服ばっかり着ちゃうんで、たまには、こう。うん、こう、純、純粋なね。うん。今日、今日は王子様白リーいこうと思って。が出てないですけど。ドス黒さがにじみ出てる。うーん。そうですか、失礼いたしました。いうん、はい。ね。じゃ、早速ね、えー、本題入る前に。はい。あ。 <ん> CM 放送ですね。はい、先にほら CM 流さないとスポンサーの方お待ちかねなんで。はいはい、はい。じゃあ CM いきましょうか。はい、ディレクターよろしくお願いします。どうぞ はい、ありがとうございます。はい、はい、それでですね、えー、応援メッセージの案内行きましょうか。はい、ね。忘れちゃうから。はい、<laughs> はい、お願いします、はい。番組への応援メッセージはこちらまでお願いします。で番組の前半までに送っていただければ。あこ、これ僕の事務所の番号だ。失礼しました。<laughs> <laughs> ちゃんと私こっち指しましたよ失しした。失礼しました。<laughs> 番組の前半までに送っていただければはい、はい、後半の最初にご紹介いたしますのでどんどん送ってください。よよろろししししくくおお願願いいまますす今日はね特にねあの後半、ババタ,バタが、まあ前半からバタバタなんだけど、うん、またねバタバタになっちゃうからできれば前半に、ねはい、送っておいていただけると、うん、後半一発目読み上げますんでねそうですねはい、はい、でそれでは早速今月の企画からいきましょうね。ねはい、ええ えー、修行で成功するアナログ営業術、ごま処房新社、出版記念特番ということでですね、えー、やらせていただきます。はい。はい。お願いします。え、えー、SNS の方ではね、ちょっとね、僕、あの、発表したりしてるんですけど、今ね、これがね、2>, うん、2位なんですよ。あの、ヤフーショッピングでは。うん。ね すっごい、あ、そうそう、部門別。総合じゃないですよ。そこだから無理ですよ。ベストセラー届かない。だって漫画とかもあるんだもん、あれ。ね。総合だから、総合ではなくて部門ですよ。ビジネス本で営業、あ、セールス営業部門だ。の、えなぜか2位と3位にいるんですよね。あれはね、あの、見た方ご存知かもしれないですけど、出してる あの、本屋さんが違うんですよ。ネットショッピングの本屋さんが違うから、こう、2位と3位でね、ランキングしてて、僕もちょっとびっくりしたんですけど。初めて見ましたね。ああ、初めて見ましたね。2位、3位で。で、またね、トップがなかなかね。うぶっちぎってまぶっちぎってますね。あともうちょっとかなと思ってるんですけど、結構離れてるんだよな。ぜひね、あの、これ、ご覧になられてる方はね、 あのご協力していただきたいと思いますよ。はい、すあともう一伸び、あともう,もう一伸びで捕まられるから。うん、で、これ、ね、不思議なもので、ね、日本人、あ,のあれですよ、大体2か月も経とうもんなら、もう売れないから、この本。うん、<laughs> やっぱりね、うん、出版から、えー、今、今勝負かけないとだめということでね、旬ですね、今ね。旬です。うん、で、そのために今日この番組見ていただいてる方は、もうね、今日裏ネタいっぱい喋るから、うん、これ、出版に関してですよ。 ねあのー、僕の番組ってそうですね、受験生、行政書士受験生もそうだし、うんえー、現役の行政書士の方はもちろんね、うんえー、他の修行の先生もね、見ていらっしゃるし、うん、あとなんかね、えー、意外とこう主婦の方に見ていただいて、えー、<laughs> っということなんで、そんな中、今ね、その出版、今ちょっと出版って触れましたけどね、うん、普通の主婦の方でも、なぜか商業出版したりしてる方いらっしゃるでしょ。 いるんですよ。そうなんですかもういきなりパンって出ちゃう方。で、当然ね、修行の先生方というと、やっぱ出版っていうのはね、意識されてる方もいらっしゃいますし。うということでね、今日は本の内容っていうよりも、出版に関してね、ちょっとお話してって、少し触れるからね、これにもね、っていう形で進めていきたいと思います。 <laughs> まあそれは宣伝の意味で触れますよ、それは、うん。<laughs> <laughs> ではいきますよ、はい、え出版の種類と方法、ねはい、えどういった種類があるんだ、出版ってその出版するにしてもね。じゃあまずね、今日はは大きく3ついきたいと思います。3つの方法、はい、大きくですよ、はい、3つ紹介したいと思います。まずね商商業業出出版版、うん、で えーまあ、今、商業出版言行ったでしょ、自費、うん、出版、うん、で今、多いのが、電子書籍で出版すると、うんね、多いですね。この3パターンをちょっとね、うん、あのそれぞれ、あのー、簡単にね、説明していきたいと思います。うんえー、で、電子書籍、今ね、えー、触れた電子書籍、うん、これね、あのー、全然、まあ、出せちゃうんですよ。 <今>うん、簡単みたいですね。Amazon <laughs> <お><構>なんかでも出しませんかみたいな感じになってますね。うんうん、で、えー、パソコンちょっとか型がか型っていうのひな形みたいなのがあるって、えー、それにやる感じなんですよね。こ,、まあ、あれ,これで送ってくださいっていう、うん、ような極端に言うとですよ。な感じで、えー、別にこれ誰でも出せます。うんね、であんまりね暴露しちゃうとあれなんだけど電子出版したから して、えー、まあ、印税入るのかなっていうのもねうん、うん、入りますよ入って購入して初めて俗に言う実売ってやつですね、うんえー、あのー、いろんなパターン印税の入り方っていろいろあるんですけどうん、うん、当然、電子書籍の場合は売れた分だけですなんかあんまりリスクはないって感じですか、ね、リスクないですうん、うん、で今ねそれを専門でやってる業者もいます。 電子書籍出しませんかってまあ営業なんかももしかしたらね修行の先生方とか経営者の方とかねあるかもしれないです、うんうん、出しませんかってこうえ代理店みたいな感じでやってるんですよねうん,うんでそこがじゃあ請け負いますよとそのやり方とかこうチェック入れたりしますよと、うん、でもうん安いところだと23万円ぐらいですかねうん,うんでこう安いだ表紙とかあるじゃないですか表紙のデザインまで全部やりますよ構成からっていうところでもねえ10万円ぐらい だから一般の主婦の方の感覚でいうとええ10万円ってなるかもしれないけども自費、うん、出版してる方にくる、うん、言わせると10万円っつったら本当にええ安すぎるっていうような値段なんですよただし電子書籍ねで今は文枝先生もさっき言ってたけどい、まあ、出せちゃうんですよ、うん、出せちゃうっていうことはやっぱりねこう日本まあ 日本だからっていうのはあるかもしれないけども、うん、どうしてもねやっぱ紙ベースのものよりはっていうところはありますね、うん、こうイメージ的にですよイメージ的に、うんうん、まあ本だからここが一番困るところであの出版しましたって言っても例えばどなたかに言った時に、うん、でそれ本屋で売ってますかってどこの本屋に置いてますかって時に置いてないですからね。 当然電子書籍ですから今ねその電子書籍でもそれを、P、プリントオンデマンド出版っつったかな POD 出版、えーうん、あの要は紙にしてくれるんですね、うん、売れでそれがね 普通、印刷会社に出すとかね、そういう大掛かりになっちゃうと大変なんだけど、うん、電子書籍の場合はもう2日で届いちゃうんですよ。紙にしたもんが。ああ、結構簡易的な印刷。そうなんです、うん。で、在庫が持たないから、そういったリスクもないんですね。うん、もう全く。だから注文を受けては、うん、もうすぐ印刷できちゃうと。半、うん、永久的に。うん、っていうのが、えー、電子書籍の、まあメリット。うん、ただ、えー、本屋さんで買うにしても、注文して取りに行く感じ。 置かかれるってことはないから本屋さでまあメリットとしてはまあお金がかからないし、うん、まあどなたでも出せるとこれ売れる売れない別の話ですよ売れるないは別にして出せると、うんうん、出してもどなたも買わないってパターンも最悪あるかもしれないけども、うん、出せてしまう、うんうん、ただ、えーまあ、メリットは安い出せるただ、うんえー、デメリットがお本屋さんに お置いいいててももららえななっううねね、うん、読む層も限られますよ、ね、そうなんですよ<の>でも海外行くとアメリカなんかだともう本屋さんなんかほとんどないらしいんですけどねうん、うん、みんな電子書籍。であるから。でただ日本だとどうしてもねたまにこう出版記念パーティーなんかやった時に、うん、行って「え電子書籍?」っていう,こうちょっと温度差を感じてしまわれる方もいらっしゃるみたいですね。うんうん それがデメリットといえばデメリット電子書籍でガンガン売ってる人もいるんですけどねガンガン売ってる人もいるで続いて自費出版ねこれはよく聞きますよね皆さん知ってるかなと思うんですけどね自費出版自分でお金出しますっていうものですねただこれね気をつけてほしいなと思うんだけど自費出版で揉めたりする場合もあるんですね裁判もあります なっっちゃってるのどういう要はだから自費出版で本屋に置かれる本だって言われたんだけど置かれなかったりとかね、うん、まあ実際本当にこれ裁判になったんだけど置いてないんだから本屋に、うんうん、であと、まあ、名前は出しませんけども、えー、結構有名なね自費出版専門の会社の場合ですと一箇所しか置かない、うん、確かに本屋に置くのは間違いないんだよ うん、あの全国的に置いてくれないとかね、うんえー。いう問題があったり、当然宣伝費なんかないですからね。こういう自費出版。宣伝費も当然自腹になりますし。うん、で、えー、まあデメリットばっかり言っちゃってあれなんだけど、うん、バレるんですよ、自費出版って。出版社で分かっちゃうんで。あの本の最後に必ず書いてあるでしょ、<あ>出版社名が。あればうん、バレますんでね。知ってる人は知ってるんです、ね。分かりますよ、うんうん。っていうこうデメリットもある。うん、ただメリットはですよ。 商業出版に比べるとお金で済むことですからお金で済むことなんです。で、やっぱり本出した人とは言われますからねそういうのはメリットはありますよメリット、デメリットはプロフィールにかけちゃったりねそうですねで、やっぱり金額ね、自費出版でどれぐらいすんのよと今はね、それでもだいぶ落ちたみたいで大体200万大体ですよ、200万。 で、ちょっと、あのー、知れたとこかなっていう出版社だと400万ですね。自主出版で。<ー>宣伝費別よ。<laughs> 宣伝費別。別うん。えー、別で。 だからそれを出される方ね、それをやる方、自費出版やられる方って、自力で売る自信があるんだったら、それでもいいと思う。うんうん、で、結構、有名な売れた本でもですよ、うん、自費出版からやってる方いらっしゃいますからね、自力で売って、ほん,、うん、んでベストセラー持ってっちゃったって、<ー>てあの当然出版社、商業出版の場合だと、出版社がお金、当然あれですけれども、うんうん、自費出版だと全部ですからね。っていうメリットもあるんですよ。 ただ、その自費出版の場合、本当に気をつけて、契約書を見るなり、その出す出版社と話をきちんとしないと、うんえー、結構トラブルんでね、うんうん、権利はほとんど出版社が持ってきますからね。うんうん、自費出版といえども、権利だ、うんうん、権利とお金を持ってかれるってパターンが多いんですよ。うんうん、だから、こう、もう一回するにしても、また同じ金額。 続入増札ってうんですかのトラブルとかもあったりするんで自費出版の場合はちょっとえ慎重にねやられた方がいいと思いますうん,うん,うん、うん、であとまあこれ全額自,分自己負担っていう話をしたけど出版社によっては半分半分のとこもあるみたいですねうんあるみたいって時あんまりいい話聞かなかったけどなうん <laughs> <laughs> だその半分半分の金額は分からないんですよどの程度だか あだから200万と言われて<ー>でもうちも200万出しますよだから大田区も200万出してくださいっていうパターンもあるかもしれないですだからいい出版社だったらそういうことはないでしょうけどね、うんまあ、総合トータルで400万かかるから出版社側も200万持つから大田区も200万出してくださいよっていう半々というね僕の知ってる経営者の方でもこの、まあ、共同共,ん共同出版共<著>え出版社との共同出版<ー>共同じゃなくて、うん、っていうパターンだから半々だ 出すってパターンで出されてる方もいらっしゃいましたね、経営者の方で。えーうんま、これが自費出版のパターンですね。うん、で、まあ、商業出版、うんまあ、企画出版とも言われたり、ねうんうん、しますけど、商業出版。うんうん、まあ、まあ、ご存知だと思いますけど、今の時代、商業出版はきついですよ。そうなんですね、うん、やっぱりね、うんあの、まず出版社が新庄になります。うんうん、やっぱり、えー、以前に比べて どうしても本の、ね、売り上げが下がってると、これ漫画にた、うん、マンだって,週ンだって週週だっ「週刊ジャンプ」とかねだってああいうのとかだって「週刊ジャンプ」ってまだあるんだっけ、うん、ありますよ。あそっか、うん、で残ってない漫画もすごい多いのね。 で雑誌なんかも売れない、うんうん、当然ビジネス本も売れないわけですよ、こういったビジネス本ですね。うんうん、だから出版社はすごい慎重になってるっていうのと、うん、出版社って本来は、自分たちで企画を考えて書く人を探すっていうのが本来のスタイルです。だからあの、例えば僕がこれ出したいんですけどって言っても、帰れ言われます。本来はですよ 本来は、えー、受け付けてもらえないっていうのが本来のスタイルなんですなぜなら出版社が自分たたちでで作り上げたいからなんですねそれがもう昔から本来のスタイルで僕が今回取ったこ,この方法っていうのがちょっとイイレギュラーなタイプですね、うんうん、僕が、まあ、持ち込みでやりましたけどあの出版社に「これ出したいんです」っていうんでやった口なんですけど新人がですね新人まあ僕もそれまあ 初著作ですけども新人が出版するってなると、うん、やっぱりね、えー、難しいんですよこうだって声かかるわけないじゃないですか、うん、難しいでしょうね何者かわからないのにせせっよっぽど骨持ってないと、うん、ないんですよ、うん、だからまあ僕の何ですか、えー、出版仲間ねあの柳先生とかにも言われますけど、うん、一発目が一番きついよと 出の実績ないですのが、ね、そういうことなんですよ、うん、まあ相当ねあのハードルが高いと、うん、まあ0.3パーだろうと0.3パーぐらいじゃないかとまあ高くても1パー出版社によっては0.3から1パーで変動があるんじゃないかって言われてますね。っていうのがまあ商業出版、まあえー、デメリットはきついってところですパーセンテージがすごいきつい。ま、うん、まず読んででもらうまでが そうですね、いいものを書いたとしても。うん、その出版社の編集部の方に、ねうん、通すっていうのがね。うん、で、えー、メリットは、ね、当然大きいですよ。うん、当然、あのーまあね、出版社にもよるけども大概、まあ、ちょっと名前が通ってる出版社、まあ、今回、あのご,ごま書房新社昭和46年から出版社ですけども、うんえー、ごま書房から出せた場合は、まあ、全国に置かれますわね、うん、全国の書店にね。うん、であのー やっぱり言いやすい部分はありますよ、ごま処方から出したんですっていうのはね、当然、もっとすごい有名な出版社もありますよ、ダイヤモンドとかね、BHP だっそういったところもあるんだけど、やっぱそういうところから出しましたよって言えちゃうっていうのもね、ブランド力がねブランド力ですまさにね。っていうのはあると思います、この商業出版のメリットっていうんですかね。 ちょっとかっ、ね、パーセンテージはねきついんですけどね0.3、ね、はねちょっと、うん、裏技使わないと通らないじゃないですか <laughs> <laughs> 大好きな裏技を使んない <laughs> はいっていうの、はい、まあ一応ねこの商業出版自費出版電子、えー、書籍の出版でこの3つちょっとね、うん、簡単にご説明しました、はいえー、続いて、ね、あの出版プロデューサーについてというのでちょっと触れていきたいと思いますさまざまなプロデュース会社 うん、あるんですよこれだから商業出版まきついですよと僕言いましたよね、うん、それをプロデュースしますよっていうところがあるんですねへ<ー>。へただではやらないです、当然ね。そりゃそうですよねうん結構ね、本当にベストセラーになった作家さんえお名前出しませんけど行政書士で一番稼いでる方ですね、うん、あえ40億でしたかね年収がね。 その方の場合はすごい賢いんですよ。うん、やっぱりこう自分でそれを出版社を探したりとか、うんえ、オファーかける時間がもったいないってですね。だったらお金払ってプロデューサー作んであれば。なるほど、うん。っていうので、そら、そらっていう。その方ていう。 ニーズに合ってるっていうんですから、ね。かその間に自分は別のところで稼げばいいわけですよね。おっしゃる通りです。そ、うん、スタイルを取られて取ってるんで、うん、出版プロデューサーがいいとか悪いっていうのはね、その使う側の判断だと思いますよ。ね。うんうん、でただただですよ。あのー、悪いプロデューサーもいます。うん すごくあの名前だけでね、実際、紹介してもらえなかったりとか、うんえー、場合によってはちょっとね、あの悪い出版社とグルになってるところもっていう話も聞いたことあります。うんうん、だ合わせるだけ、合わせるだけはその編集部の方と合わせるだけで十何万取られちゃったりとかね、15万って言ったかな、その話も聞きました、ね、あちょこちょこ取られるんでしょうね、えー、そうやって。だ、あったって通る、取らないじゃないですか、うん、0.3%なんだから。うんうんうん ただ、えー、僕をどうしたから会えたんですよっていうのでお金を頂くってとこもあるし金額もほんとまちまちなんですよ、うん、うんまあ100万ぐらいかかるとこもありますしうん、うん、100万かかった上に印税の3いただきますともう出してる限り売れた限り3%はずーっとプロデューサーのとこに入りますよと。 でその上に100万円かかりますと、うん、いうのがあって、えー、またはねああそういうパターンもありますし、うん、でも安いところでもやっぱりね3四4 0万から50万ぐらいされしてるみたいですねうん、うん、まあ代わりに動いてくれるわけですからねいろんな出版社に誤廃して、ねうん、まあそれぐらいはかかってしまうかなっていうのが僕聞いた話だとね15万で何でもやりますって方いらっしゃいましたねええー <laughs> 安いなでも安いですよねでもすごい実績あるんですよお名前出しませんけどすごい実績あるのもし気になった方は探すと出てきますからね営業代理をやってくれる方もいらっしゃるし失敗もプロデューサーあいいですねすごくねそういった良心的なところもあるとそれでですね今プロデューサーープロデュス会社っていうのにちょっと触れましたけどもねそんな中でもね結構有名なええ。 一般プロデュース会社が、うん、企画の卵屋さんってうですね、うん、これはまああまりにも有名ですよ。あまりにも有名、企画の卵屋さんはね。えー、まずね、ここの企画の卵屋さんに、まあ、出すじゃないですか。うん、出してね、あ、わかりました、じゃあうちで扱いますよって言ってくれないんですね。<ー>まず、審査されたもう第一段階が。そこが第一関門。第一関門。うん で扱って、まああ、これなら、ね、あの出版社ついてくれるかなって見込みのあるものしか扱わないんですよ、企画の卵屋さんね。うん、じゃあ、まあ、それ、第一段階クリアして、うん、でそうなった場合にあの、大体300社って言われたかな、300社、1000人、それで1000人、まあ、編集長とかねあ<ー>、うん、に一斉メールをしてくれるんですね、プロフィールとかね、その著者のね、うん、一斉に出してくれると。 うんうん、いうのが企画の卵屋さん、企画の卵屋さん、まあ有名ですよすごく。そう結構いいですよね、効率的ですよねいいす。そうです。で、あのね、ほぼボランティアでやっていただいてるんで、<ー>もし出版されなかったら一間書かないんですここ。あ、ノーリスク。ノうノーリスクです。うん、まあただし、まあじゃあ出版決まったと出版社ついてオファーあったよということでしたら三パーセントだと思いましたね。うん、三パーセント印税な印税の、うん、え3え三パーセントが企画の 卵屋さんの報酬だと思ったけど3%じゃなかったらごめんなさい僕3%だと思ったんですけどっていうシステムを導入してるのが企画の卵屋さんで勤めてらっしゃる方もやっぱね元、えー、大手の編集部にいた方なんかがまあ勤めてらっしゃるとか、うん、でなんか大会なんかもやってたりするんですよね出版甲子園みたいなのとかね結構ね面白い企画やられてるんですよ、うん、で見てる方でもあ 私企画の卵屋さん出したことあるって方いらっしゃるかもしれないですね。へえ面白いと思いますよ。へ、うん、えー、そこがまあ有名かな企画の卵屋さんほ、うん、から他にもあるんですよ、あのーうん、プロデュース会社,、まあ、ス会社とあと個人でやられてる方もいらっしゃいますしね、うん、個人でそのなんだろう個人事業みたいな形で扱ってる方もいらっしゃるう、うん。 でこれはあのどっちにしてもです、ねあのー、もし使われるんであればよく判断して、うんうん、よく、ね、あの話を聞いてもうそれこそさっき言っただけで合わせるだけで15万取られちゃうのかとか,、うん、かあくまでもだ出せたら後払いの報酬なのかとかそういうのはあのー、聞いた方がいいですね。うん、契約の うん、これ何でもそうなんですよね、うん、契約、えーごまあ、決まる決まんないは別にしても5万円は最初にかかりますよとかねうん、うん、そういう話になるかもしれないしうん、うん、なこれもしプロデューサーっていうかプロデュース会社を使うんであればよく聞くっていうところですちなみにですねこれ後半言おうと思ったんだけどネ,ネタバレになっちゃうけど僕も企画の玉子屋さんは使いましたよ、うんうん、使いました、うん、でねえー、すっごい早く返信があったんですよ、うん、ちょっぱやでうん えまあ、採用します採用しますって、あのー、送りたいと思いますのでってんで連絡がすぐ来たんですよ。僕はちょっと高しゃなところがあってそりゃそうだろうと思ったの、ね、<laughs> <laughs> そりゃ通るだろう,、ね、もう怒ってるわ <laughs> で話では300社ぐらいにメールを送るっていうから、うん、1>, 1社2社ぐらいあるだろうと、うん、<で>これはいけるだろういけるだろうと、うん、僕だって考えたのももし5社ぐらい来ちゃったら一番いい条件のとこをね <laughs> やっちゃおうかな、企画の玉岡さんと相談してとか、うんうん、あ、ちなみにそう、企画の玉岡さんはそこまで面倒見てくれます、面談まで同席してくるから、いただそれ、オファーあった場合ですよ、うん、その出版社から。うんうん、で、僕の例で言うと、もう空振りっていうね、<laughs> えっって、<laughs> 空振ったんですよ。うん 嘘でしょと思って、あの、企画の卵屋さんのプロデューサーがちょっとついてくれたんで、タイトルとかね、そういうのもちょっと話し合って、まちょっと変更して出版社受けがいいようにということでやっていただいたんですけど、残念ながらですね、あの、一緒もオファーがなかった。ね。えぇ、そうなんですよ。 では30ぐらいって言うんですけどね企画の卵屋さんが扱った中で分かんないでしょ正式なパーセンテージは分かりませんけども、うん、やっぱり30%ぐらいは決まりますよとは言うんですけど結構いい確率なのに見てるとねもっと辛く感じるんですよね僕は僕はですよ僕のイメージはですよね うんあのだって見れるんですもん、企画の卵屋さんで今、今、えー、なんだっけ、企画の卵っていうのがね、出てるの、こうタイトルが。うんうん、で検、検討中だっけな、交渉中だったか忘れちゃったけど、そういうランプが出たりするのは、本当に出版社からオファーがあった、なんかネ,ネットで見れるんですか。見れますよ、企画の卵屋さんのほ、えー、で、それ数えると、え三、ー、3割あるかなって思って、うんえー、なんか、週、えー、によっては、本当に3割。 週というか月によっては3割行くときもあるだろうし、うん、辛い月もあるかもしれないですけどね、うんうん、僕が見たときはたまたま辛かったのかもしれないですけど、僕はまあね、えー、残念ながらちょっと、どっからもオファーはなかったんですけど、すんごくね、よくはしてくれたんですよ、企画の玉子さん、もう親民になってね、ありがたいなと思ったんですけど、うん、なぜ僕は諦めなかったか、企画の玉子さんでだトだった。 でも書かれてるし、他でもそうなんですけど、うん、ええー、まあ、企画の卵屋さんでダメだったらもう出ないよって言われてますね。えー、そんなに出ないって,てじゃあまあ結<構>当然300社1000人に送ってるわけですから、出るわけがない。<ー>でも出てますよね。うん。どうやったんだううん、うん、っていうのがポイントで、うん、まあ、僕は、あのー、そうですね。後半にしましょう、これ。 うん、ちょうど。<laughs> 引っ張るという意味で。<laughs> ね。チャ,チャンネルそのままにしてもらわないとダメだから。これ、ちょっと後半一発目に行きますよ。はい。ということで、えー、PV 行きましょう。ね。はい。えふ、ー、み先生、佐久野行政書士杉本事務所の PV をね、まず見ていただきましょう。はい。どうぞ。どうぞ。 でばですね、こからの下のストーブは全然違うんですよ。 ありがとうございました。はい、ではですね、えー、先に応援メッセージ紹介いきましょう。はい、今日来てますね。はい、いただいてます。すありがとうございます。はい、では、お読みいたします。はい。杉井先生、文江先生、こんばんは。こん,んはこんばんは。なにわの行政書士山本です。お<ー>先月は番組観覧と交流会楽しませてもらいました。ありがとうございました。今日は自宅で見ております。はい。番組2周年。 とアナログ営業術出版おめでとうございますありがとうございます大変興味深く読ませていただきました、えー、自分の集客の参考にさせてもらいます、はい、また番組観覧にも行きたいと思ってます アナログ営業術のベストセラーと末永く番組が続くことをお祈りいたしますということで山本貴弘先生ありがとうございます前回ね来ていただいて強制的に買ってもらったんですけどねそんなことはないですつあげなことですよ喜んで買って喜んでね買っていただいたというはサインまで入れたんなんでサイン入れてるかおしましょうか もう売れないから。そう簡単に。古本屋任させないから。それ分かってます。あ分かってました。いやお先生ありがとうございます。はいでは後半行きましょう。はい。ベストセラー作も知りたかった杉流出版術。これねあの先ほどのね前半のまあ続きになるんですけどなぜ諦めなかったかってあの企画の玉子屋さんでちょっと不発だったんだけどで僕はねあのまあ。 うーん当たり前なんですけど出版社そのね企画の卵屋さんの場合は企画書をメールで送ってるだけなんですようん、うん、だから<ー>救いは原稿読まれてないんです<ー>僕,僕がうん、うん、であ 原稿読まれてないのに諦められるかと思ったんですね、まず読んでだめだとそれは諦めつかないですからね、確かに。でもほとんど諦めちゃうらしいんですけどね、みんな。僕はちょっと諦めつかなかったんです、原稿読んでいただきたいと。で、その上でだめだっていうのはあれなんだけど、ただ、番組、一番最初にも言った通り、出版社って、本当は自分たちがこういうのを作りたいっていうので、著者を探すんですよ、書いてくれる方をね。完全に僕やってること逆なんで、この業界だとびっくりされるんですね。 ベストセラーって言わサッカーって言われてる方々でもどうやってやったのって例のベストセラーが集まる集い<ー>があるんですけどね <laughs> ちょっと都内墨汐で <laughs>、うん、もうそこでもどうやったんだどうやったんだと、ねうん、あの言われるぐらいだったんですけどう、えーまあ、僕はこう本当にあれですねこう当然 ななんでだろうな、えー、そんなこう飛び込め営業みたいな真似でね出せる人いないよとかねいろいろ言ってたんですけど、うん、全部無視しましたね。うん全部無視した、うん、あの企画書の書き方も全部無視しました世間一般で言われているものと。うん、だって、そりゃそうですよあのー、同じことしてもっていうのがちょっとあったしこれこう同じことしてもっていうのもずっと引っかかってたんですよ。これ 僕がね、中学校3年生の時だったと思うんですけどすごいせん尊敬してる先輩から言われた言葉がずーっと引っかかってたんですよね。そう言われたのが、うん、揃えたたネイルじゃとてても狙えないぜって言われたの。それは某。<laughs> <laughs> 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 揃えたネイルじゃとても狙えない設定 <laughs> <laughs> あれがあってそりゃそうだよと思ったのに0.3%を同じことやって通るわけない世間、うん、一般で出回ってる情報でねうん、うん、そりゃそうだと思ってうでここでじゃあ原稿を読んでくれる出版社はどこなんだと、うん、もう限られますよもう何千社あるんだか分かりませんけどね出版社日本に。 小さい、うん、ほんと小さいとこまで入れたらえー、3000とかあるのかねもうちょっとあるのかもしれないですね<ー>、うん、う北海道から沖縄まで入れてですようん、うん、で、えー、それがね限られます、うん、原稿まで読んでくれるっえー、ちなみにごま処房を新社は原稿重視ですうん原稿重視、うん、知ってたんですか知ってましたえすごい <laughs> <laughs> リサーチ済みそうです、うん えーあまあ、知ってたっていうかね、まあ、古くからある、あのー、すごく、あのー、なんての本当に本で勝負してんなって感じなんですよねうん、うん、企画ものっていうよりも中身でで勝負してる感じなんですよだから逆に言うと原稿読まれるってことはもう最初。 下手ななことと書いいてたたたりとか興味ない文章だっらら跳ねねれたでしょう,、ね、うもう多分全部は読んでくれなかったと思うんですよ。だからこう何て言うんでしょう、えー、本って第一章第二章第三章ってあると思うんですけど僕の話を聞いてやってみようって方は、うん、第一章にある程度引き込むようなものを持ってくるとかうん、うん、序章であったりとかねそういうのをねあの考えた方がいいですね、うんうん、かつこれはね。 ちょっと番組で言っちゃうとまずいのかなと思うのもけどもせっかく見てくれてるんで言っちゃおう、うん、え普通はねこう電子メールで送ったりとかするんだけどその原稿を読むっていう出版社は原稿を送れってとこ多いです原稿を送ってくれとやっぱ紙ベース紙ベースなんですやっぱりね紙ベース、うんうん、で僕は第一章第二章って全部バラで閉じたんですよねあうまい、うん、それいいですよね<そ>読みやすい<う>これ言っちゃうと真似してね出版社でそれみんなやっちゃうかなと思って。 どどうううしようと思っったんだけど言っちゃお僕は第一章、ね、第二章って全部バラにしたんですよでまあそれで、まあ、まとめて送ったんですけど、うん、これは例えば第一章でき、まあ、第一章からおそらく読むだろうなと思ったんですようん、うん、であと章ごとのタイトル決めてるからそれはもうキャッチコピー的に目を引くようなの入れてるから<ー>じゃあ急に第五章に飛んでもまあ面白いわけですよね。 でこれが一冊でホチキスかなんかで閉じちゃったりしてると大変じゃないですかおやるのがね、うん、っていうのがあったんで僕は正ごとに閉じて送ったってこれまあ裏座ですねうん、うん、まあ僕が取った戦法ですよ結果は,は出てるからこうしてごま処方審者のねあの社長がまあ目にかけてくれたっていうのがありますけども僕は正直ね原稿は自信ありましただから企画がやっぱりねなかなか通らない で、あのー、見てる方でね、今まで何社も出してるんだけど、企画取らないんだよって。方の場合は、もし原稿に自信があるんだったら、原稿を読んで。くれるね、うんうん。出版社にオファーした方がいいかもしれないですね。うん、もう決め打ちですよ。僕一社しか。送ってないから。うんうん、一撃必殺だから。えー、もうかなり前歴。ごましょぼ六本ション。いけるって思って。いけるっていうか。<ー>すごい合う、合うなって勝手に僕は思っちゃったんだけど。うん。ね、あの。 さすがにこうあれですよあのー、ごましょのね、うん、あの社長と面談するときはもう絶対落とせないと思ったもんね絶対落とせないこれ間違えちゃうと全部パンになっちゃうと思ってであとはお勧めするとしたらそのまあ、ね、過ぎる出版術で言わしてもらえばあんまり居心地にならない方がいいですねいや、うん、俺は私はこれを出したいからこう書いてるんだっていうのをやって あんまり多少はだよ、<ー>そういうこだわりものの必要なんですけど、うん、やっぱりね、出版社もこういうのがあるから探してるんだっていうのが原則ですからね、著者を探してるんだっていうのが原則で、イレギュラー的なものですから、引、うん、けるところは引く、引けるっていう言い方はちょっと適正じゃないかもしれないですけど、うんうん、柔軟性ですよね、少しこう歩み寄るところ、うんうん、どうしても引けないところっていうのがあるんだったら、それは話し合いでね。 うん、なんとか、ねえー、持っていくとかね僕は柔軟に対応しましたけどねうんあの書いた原稿がね足りないって言われたんですようんあれこれじゃあ140ページ分しかないですよなんて言われてこれ,これ何ページなんですかこれがもう230ページぐらいあるのかなんだから結構増やしてたんですねうんでも僕はね「あのー、ごま消防、ね」をおねう,ん、うなんていうんだう,こう読ませる行数がうまいんですよ多分見た方は分かると思うんですけど なんていうのあんまギぎっちぎちに詰めてたりとかだと読みにくいじゃないですかこの行間がすごい抜群って絶妙なんでそれも考えて僕150ページ以上は言ってるだろうと思ったんですけどね15060ページはうん、うん、で前書き後書きを後から送ろうと思ったんで、うん、っていう形と、えー、あったんだけど言い訳よりねこれ,これ言い訳って聞こえちゃうから言い訳より先にいつでも出せますって言いましたうん、うん、いつでもあの原稿の過失できますよと。 あの膨らますこともできますし、うん、新しい原稿もありますと、うんえー、いうので、まあ、取り合っていただいたという形ですねこれが、まあ、僕の出版術って言いますかね。でさすがに営業術の本だから、うん、<laughs> これ通してなかったら買わないでしょ。<laughs> <laughs> 僕も0.3%、ね、してるからこう堂々と売ってるわけでねうん、うんで、それに関してはこれに書いてあります、このうん、僕が取った戦法ってアナログだから、うん、あのネット戦略とかで使えないっていうか、パソコンいじれないんで、なんとかね、メール打つぐらいはできますけどね、うんあの、ワードをちょこっとできるぐらい、原稿を打つぐらいはできますけども、うん、何文字で原稿書いてっていうのはもうできないですからね、僕ら <laughs> 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 それぐらい僕、だめなんですよ。だから完全にアナログでこう出版をまあつかんだっていうんですかね。うん、まあ詳しくはその先方はちょっとぜひ読んでいただきたいと思います。はい、結構書いてありますねで、これで今ね、営業のね、えー、つながりね、うん、営業つながりで、えー、早速ちょっとね、触れてみようか、これね、もう全然本の話しねえじゃないかって言われちゃうんで。うんうんうん でもその前に営業が使ってはいけない言葉いきましょう。営業が使ってはいけない言葉。いきますよ。営業、当然、修業もだめですからね。修業もだって営業なんだから。経営者って言ったら営業ですよ。社会人。社会人でも大すかそうですね。使ってはいけない言葉。いきますね。絶対だめだよってうのは了解です、了解しました。これは絶対使ってはだめです。ますよね、でもね。 もうね時代がそうなのかもしれないけども僕だったら取引しないですよその方と、うんうん、了解ですとか了解しましたってこれタメ口ですからね了解です了解しましたっていう、うん、殺しますって言ってるのと一緒だからいやそれは違うと思うかしこまりましたとかね承知いたしましたこう言ってください まあ、間違っても、だよ、あのー、修行が了解しましたなんて言っちゃだめですよ、これはもうお客様に失礼ですからね、足元もいられるっていうかね、うんあのー、安く見られちゃうんで、これ、気をつけていただいた方がいいと思います。うんでえー、あとね、ご苦労様ああこれ、だめですね、アウトです、うん、何を言ってんだ、君はと、上からですよね、うんえー、もうこれ、あのやっぱね、新入社員にいたみたいなんですけど、社長に言っちゃうっていうね。え 配信いくらされてるんですよ。知らず。だ、悪いと思ってないんですよね。<laughs> うん、んご苦労様って何がいけないの？丁寧に言ったつもりなんでしょうね。<え>本当に心から、うん。これはもう絶対ダメです。もう論外です。うんうん、ましてお客様にご苦労様なんてとんでもらえない話ですから。<laughs> <laughs> <laughs> これは完全に上の方が目上の方がね召し、召したって言うとよくないけどもそういった方にね、あのーまあ、ねぎらう意味でこう言う言葉なんですよ、うんすね、ご苦労様って。これだから上の方とかお客様にご苦労様なんて言ってはだめですからね。あとね、ちょっとね、これ、あのー、珍しいかもしれないけど、だからっていうのも使いません、営業は。これちょっと 不思議ですか。意外。だからっていうのも使わないんですよ。えー、なんでですか。えー、例えばなんかねいい例ないかな。えー、だから。例えば僕がねこの、うん、まあ、えー、セミナーのパンフレット、うん、あセミあセセミナーのパンフレットを、うん、例えばもらってもらいたいとするじゃないですか。うん、文二先生にね。うん、でこう。 僕これ、あの今回あの出版記念のねセミナーやるんで、うん、もらっていただきたいんですよ。うんえー、で、えー、0.3%なんです、あの商業出版って。うん、だからセミナーやるんですよ。で、ちょっと高飛車のだからって,言って、うん、喧嘩売ってるような感じに取られる、えー、かこれでか、あのねこれちょっと例えはまんまうまくなかったけど、だからっていうのは、本当に強い言い方なんです、ねうん、ですのでって書いてください、えー、そこは。うんうん だからは使わない。あの、あ<ー>これはトップ営業、トップクラスの営業で、だから使う人いないですからね。うん、ですのでとか、ですからとか、とかいう形で柔らかくしてあげる。うん、だからは使いません。うんうん、で、あとね、ほんとこれね、多いんだけど、うん、1>, 1万円からでよろしいですから。多いですね。これ日本語ではないです、こんなの。うんうん、<laughs> 信じられないし、ほんとコンビニとかでも、 あるんですよねうんよく聞きますよ、ね、で、これなんでその店長なりねそのバイトリーダーなりが注意しないんだろうと僕いつも思う,うん、うん、スーパーのレジとかでもいるんだようん、うん、1>, 1万円からでよろしいですかっていう日本がないです、うん、そんなものは、うん、1>, 1万円でよろしいですねですねうん、うん、1>, 1万円からお預かりしますとかね よろしかったでしょうかも論外だけどね。たまにそんな日本語ねえよと。よろしいですかってね。そうですね。あとは今言っちゃった。よろしかったでしょうかって次言おうと思ったんだ。よろしかったでしょうかっていう日本語はございません。これはあとちょっとね、ちょっと細かいことなんだけど。 重複っていう方がいらっしゃるんですねあ、言いますよねでも今は間違いではないらしいんですよそれも正しいことになっ,ってま<の>本当は重複なんですよねうん、うん、本当は重複っていうのが正しいんですけど、うん、みんながこう漢字で重複って書くから重複って言い始めちゃったもんで今重複でもいいらしいですね、うん、間違いではないんだけど、うん、本来は本来は重複です、うんうん、でも似たようなので あの早急。これ私杉井先生に指摘されるまで知りませんでした。早急というでしょ。早急だって思ってまし早急って僕はびっくりするんですけどね、うん、言われると。でもテレビとかのドラマでも言うんのよ。ドラマ出てる方も早急に何とかします。うん、いや本当は早急ですあれ。うんうん、早急に何とかします。早速って言いますもんねだってね早いって書いてね。そう早速。うん。うんうん そっか考えちゃった早急っていうのは本当はなかったの今でもそれももしかしたらそれも多分変わってくるかもしれないです本当は早急ですこれねであと的を得るっていう人がいるんだけど的を得るっていう言葉は本当はないですねこれもね的を得るですねっていうのが正解あと定時路定一郎って別に僕がなまってるから言ってるわけじゃないんですよ 昔の人みたいね正式名称です本当は「テイジロ」っていうんですじゃないですテイジロ」っていうんだけど英語の「テが出てきてからあれ近代的な言葉なんですねだから「テイジロ」っていうのも英語で言うと「T シャツ」の「T」使うでしょあれ間違いじゃないんだけど法律の条文には「テイジロ」って書いてありますからね道路交通法とかでも「テイジロ」って書いてありますえ T シャツもいやいや T シャツは T シャツでしょ だってさ、法律の六歩で T シャツって見たことないですよ、僕、書いてあるの。定次郎が書いてあるけどね、丈夫ね。昔の言葉ばなのね、昔の言葉なのね、の定次郎。ただあのお年寄りの方は今でも、定次郎って言いますね。あそこの定い郎ろう。それ、笑うとこじゃないんですけど。なんかね、間違ってる感じが、次井先生言うと。 もしかしたないです。ほん正式にどっちも合ってるんですけどねこれは T 字路でも T 字路でも合ってますただ早急と早急は違いますから早急はね早急って言うんですけどほとんどね8割以上の方は早急っていいますね早急に何度かしますこれ悔しかった早急ですはいあともう絶対絶対に使っていけない言葉もうこれはもう えー、行政書士をはじめ、うんえー、商売やられてる方なら、うん、絶対に使ってはいけない言葉は「すみません」です。うん、こ不思議ですよねなんでって、うん、ただ「すみません」っていうのはそのいいんです、まあ、通常の会話の中ですみませんって当然謝らなきゃいけないことがあれば使うべきなんですよ、うんうん、お金をいただくときに「すみません」は絶対使ってはいけませんこれはやってはいけません ね、お金もらうときにじゃあ、えー、では3万いくらですって3万5千円ですってでもらうときに、うん、あすみませんってなんなんで謝るそれは、ね、自分の仕事に謝って,てこんな仕事しかできなくてすみませんなのか、うん、お金をこんなに高くもらってすみませんなのかうん、うん、これは、ね、お客様にすごい失礼です。うん 僕だったら怒りたくなりますすみませんって言われたら言ってはいけませんこれだってそんなに自信がない仕事やってるのかふっかけちゃってるのかすみませんなんてありえないですよそれに見合う仕事してないのっしいうだったら避けてくれって話ですからね料金をこれお金いただく時にすみませんって絶対使ってはいけませんというお話でございますはいこれでちょっと本に映っていこうかな 引っっ張りすぎちゃった、はい、でこの本ですね、す、ま、で、ああのー、にねあの購入された方はご存知だと思うんですけど、これね、隠れコマンド入ってるんですよ。実はね、本の B 面に僕がこれいくつだっけな18だったか9だったかと思うんだよな、うん、あの僕、高校6年行ってますんで、確かこれ、高校4、5年生のの写真なんですよね、<laughs> 4年生、だから学校のね、ワンシーンなんですよ。 うん、教室の中でしょ。でこれ購入した方は見れますよ。この後ろに書いて、うん、あ写真載ってあります <laughs> <laughs> でさすがにこれ表紙に持ってこれなかったんでうん、うん、親亡くなと思ったんで <laughs> 親亡くだろうと思って持ってこなかったんです。うんうん、だから隠れコマンドとして B 面にね貼、うんあのー、ってありま貼ったりるっていうか、えー、印刷されてますから、うん、でこれはねまあ 購入者だけですねうん、見れる間違っても本屋で立ち読みしてそのまま置いて帰らないようにねお願いしますよ <laughs> それだけ見て帰られちゃったらね。うん、でまあ内容的にもねあのー、そうだな結構言っちゃいけないこととかまでもう僕今日も言っちゃいけないこと相当言っちゃったんですけど、うん、あの本の中はもっと言っちゃいけないこと書いてあります。<laughs> ええってねぶっちゃかなり入れちゃいましたで なんです今ね修行の先生もセミナーやられる方ってすごい多いと思うんですけども、うん、そういったねセミナー関係から集客したいとか修行じゃなくてもね今本当例えば相続やられてる方と。 で、修行じゃなくて相続診断士みたいなのとかまあ死ってついてるら修行といえば修行なのかもしれないけどもうん、うん、とかもうセミナーやれるでしょうし、うん、例えばビーズ作るとかねなんかそういうのもセミナーやったりするんですよセミナーとは言わないかもしれないけども、うんうんうん、講習会みたいな、ね、講習会みたいなのとかね、うん、え結構そういったセミナーに関することで講習をやられている方がいらっしゃると思うんですけどそれどうやったら集客できるかっていうあ集客そこからつな、まあ、いでいくっていうんですかね、うん、えの書いてあったりとか、うん、あの 言葉の使い方とか、言い回しだとか、えそういったのも含めて、あの。まあ、頑張って書きましたよ。結構笑えると思いますよ。そうですね。言い回しがね、面白い。あ、ありがとうございます。実はね、これ言い回し、ダメなしくらったんですよ。あ、そうなんですか。結構削りました。変えました。え、企画の卵屋さんで言われたんです。これじゃ出せませんよ。直さないとって言われたんだけど、無視しちゃったんです。僕。 無視したらそのまま出たんですよさすがゴ<局> <laughs> であの、文章自体がこう、なんて言うんでしょうね直接ね、えー、読者の方に語りかける、えー、語り口調で書いてあるんですよまあ一対一でお話しさせている状態、うん、僕も読んでもらってる方を意識して届くように、えー、まあ。 ししましたんで、うん、だからちょっと他のビジネス本とねあの違うところ違う言い回しを使ってると思います言い方をしてると思いますうん、うん、ねで好き嫌いがどうしてもねあるからこの言い回し嫌だよって方は当然出ちゃうんですけどもね、うんうん、まあそこはグッと来られて読んでいただければ内容は <laughs> <laughs> 内容はさ <laughs>、うん、あの0.3%通した内容ですから、うん、ねはい、はい、ということで、えー、告知いきますかはいはい じゃあ告知コーナーいきましょう、えー、セミナー告知文み先生はい私ですか、はい、そりゃそうか主催なんでしょ <laughs> お願いしますよ <laughs> はい、はい、えっとですね、はい、あのー、今日紹介させていただいたこの杉井先生の「修行で成功するアナログ営業術」の出版を記念いたしまして、うん、セミナーを主催させていただくことになりましたでどうしましょう結構久しぶりですよね 久しぶりですねかなり久しぶりですね、これ。カメラマンさん、寄れますかね、ちょっともうちょっと上に上げないとだめかな。<laughs> ちょっと字がちっちゃいんで、ちっちゃいな、えー、あれなんですけど、えーと、来月ですね、11月の19日の日曜日に、うんうん、19ねもうホームですね、杉井先生のホームの、うん、南越谷の方で。 開催いたします、えー、僕の地元ですね越谷が、うんうん、埼玉県の南越谷って地元ですからす、ね、はい、はい、で、14日までに事前にねうん、うん、あの料金の方を振り込んでもらえれば特別料金でお安く参加していただけるので、うんはい、ぜひご検討くださいはい、はいで、これはねあのちょっとちっちゃいんでね見づらいと思うんですけども、うん、これ 一応ね、行政書士すぎで検索していただくと、僕のホームページにもこれ載せてます、うん、あのニュースのとこをクリックしていただくと、これ、思いっきり出てきますんで、うん、まあ、もしね、えー、あれ、ちょっと聞いてみようじゃないっていう方いらっしゃれば、うん、ちょっとちらっと見ていただきたいですね。また、ね、面白い裏話とかあるんですよねこんなもんじゃないですよ、裏話。<laughs> だって、これ、カメラ回っちゃってるから、僕、これでもセーブしてますからね。うん、うん セミナーひどいですよ、もう密室ですからね実名出しますもん、だから僕、セミナーやるために言ってるじゃないですか、録画録音しないでくださいよと、本当にまずいんだからと、どこまで本当かちょっとね、来ていただいて、結構えぐいこと言いますよ、セミナー毎回毎回、カメラ回ってないから安心しちゃってね、画面外しちゃうんですよ。 一応ねこう全国ネットで今流れてるからこれでもねこれでも気をつけてる感じですよねぐっと気をつけてますよねもう意識してあ、これ言っちゃいけないんだって思ってね喋ってますけどもうセミナーの時ひどいもんね。ひどいひどいここぞとばかりね溜まってるからもう言いたくちゃしょうがない今言うなきいつ言うんだと思ってるから 例えば、やばいね出版プロデュース会社のこととか<ー>もっとえぐく突っ込んでもあれな、ねうん、いつもそうですけどもこの営業のかけ方はまずいことをやってるよっていうのをきちんとお教えしたりとかで当然、あのー、うん、あ,あれですよ本についてもねお話しさせていただきますんで。 もちろん本についてお話しするんだけどセミナーの時はばっちりですよ、そのためにセミナーに来ていただくにはテキストで使います、これテキストで使うんでこれをお持ちになっていただくか当日会場で購入していただくこともできるんですけど当日購入は高いですからね、当日購入は高いんですよ、これ普通に買うと1620円かな会場で買うと2000円。 うん、2000円しますなぜなら、ですね、うん、これにすら載せられなかった生原稿をつけます。当然、これだってねあのチェック期間入るじゃないですか、本。 出そうととするとね流通機関出版機関出版社とか、うん、でそれ通してない生原稿があるんですよ僕世に出せないやこれっていうなんか検閲がね <laughs> 検閲クラッチあの営業術でちょっとまずい営業術で、ねうん、あんま知られちゃうとまずいかなっていう営業術の生原稿をつけますね当日もし会場で買われる方はその得点がつくと、はい、プラス380円でつくってことですねこれ1620円だから、うん、いらないよって方は別にあのね 全然ネット購入本屋さんで購入していただいて全然 OK ですありがたいですよ大丈夫ですからはいということでねやばい時間押してしまいました番組の感想いきましょうかもう終わっちゃうんですよ60分早いですよ早いですよだって引っ張ってからよく喋りましたね何がいんでね 番組の感想どうですか文江先生出版記念特番ということでやりましたけども今日、うん、やっぱりこう出版に関してって知らない部分いっぱいあるじゃないですかはい、うん、勉強になりましたそうですねちょっとね、うん、あのー、なかなか見えにくい部分であったりね、うん、えー、まあ闇の世界とかも <laughs> 知らない世界ですよねこんなプロデュース会社とか知らないし、うん、いや僕もその何ですかこう作家さんとお話しする機会って本当増えました あ、そやっぱこういうことがあって、でいろいろね情報聞くと、わあ面白い、そんなやり方あるのっていうのも教えてくれたりとか、ね特にあのあれですよ、儲けのネタシリーズのいやなめたか先生がね、もうまあ知ってるかもしれないですけど、まあおもすんごい面白い人なんです。めっちゃめちゃ面白いんですよ。えその方ねもうゲスト来てもらいたいですね。そうですね。お会いしたいです。あの方超ベストセラーサッカーですからね。なかなか来てくんないんだよな。 でもでも来ていただけるとね面白い会話ができるんじゃないかなと思ってそうそう、ぜひね。はい、はいえー、ということで次回予告、はい、次回予告ね、決めてないんです、実は。ノノーーププラランラン初めてじゃないですか、こんなこと。脱ごうと思います次回は、えー これで終わっちゃうもう最後にして脱いでやろうもうどうせなら最後伝説作って終わろうと江頭張りに冗談ですよええ11月きちんとやりますよそもちろんね11月も第4土曜日ねえ19時ね何日かも分かんないですよねそう書くの忘れちゃったあれ何 カレンダー見てくださいよ、第4土曜日第4、第4土曜日19時から、うん、でもね、あのー、次回もちょっと面白いネタ入れますんで、うんうん、またね、もしかしたらノーゲストかもしれないです、ね。うん、か、もしくはシークレットゲスト。うん、おえう勝手に予告いいなだけらっいんだから、うん。<laughs> 絶対見てるはずなんだ、うん。これだけ実名出しちゃったから。もう名前もう来ないと。個人情報もクソもないから。<laughs> 本出してる人は個人情報とかないんだよ。<laughs> うんうん、だって、出して、ね、の、うんだみたかして、本に書いてある、うん。ね。はい。ね、そう、さつ名前出しちゃった。<笑><笑>怒られちゃうな、後で。<laughs> はい、ということで、はい、今回、これで締めたいと思います。はい。はい、じゃ、あ最後、タイトルコール、よろしくお願いします。行政者次の。まだ依頼するな。はい